俺は犬のリッキーと二人山のふもとに住んでいる。昼飯にするか、リッキー。お。周りにはスーパーもコンビニもなく、あるのは豊かな大自然のみ。田舎暮らしをしていると一日の時間がとてもゆったりと流れていく。さて昼寝でもするか。昼食を終えて少しうとうと仕掛けたその時だった。ん、今のは一体。おおおおお。急いで飛び起き窓から外を確認すると、家の近くにクマがいた。くそ、こんなところまでクマが降りてきしまったのか。よし、銃を持ってくるからここで待ってろよ、リキ。お。猟銃を手に俺は急いで玄関へ向かった。普段この辺りにはめったにクマなんて出ないのに。とにかくこれ以上家の近くに来ないよう空に向けて威嚇射撃をすることにした。おおお。よし、これでクマも驚いて山へ帰るだろう。クマは銃声に怯えた様子を見せたものの、一向に逃げていく気配はない。一体どういうことだ。俺の方を見て何度も唸っているが、攻撃してくるような感じにはとても見えないな。クマは立ったり座ったり落ち着かない様子で山を振り返っては何度も唸り声を上げていた。その姿はまるで俺に何か助けを求めているようだった。おいリキ、なんだか様子がおかしいと思わないか。ふう。俺はしっかりと銃を構えながら熊の方へ向かって一歩踏み出した。すると熊は山へ向かってゆっくり歩き出した。どういうことだ。ついて来いというように熊は何度もこちらを振り返る。よしリキ、距離を取ってついていくぞ。ワン。山の近くに住む俺は安易に熊に近づくことがどれだけ危険かを知っている。でもなんとなくわかる、こいつはきっと俺に危害を加える気なんてない。俺は自分の野生の勘を信じて熊についていくことにした。熊の後を追って進んでいくと綺麗な小川が見えてきた。もしかしてこの川を渡っていくのか。くーん。熊はザブザブと豪快に川を渡っていってしまった。どうしようかと俺とリッキーが顔を見合わせたその瞬間、向こう岸まで渡り終えた熊が川に向かって一生懸命手を挙げてうなり始めた。どうしたんだろう。急に興奮して追い続ける熊の視線の先に黒っぽい何かが浮いているのが見えた。なんだあれ。あの黒い塊、もぞもぞ動いてないか。その時ようやく俺はピンときた。子熊だ。このままだと溺れて死んでしまう。川自体は浅いようだが子熊はなぜか身動きが取れなくなっているようだった。よし、すぐに助けてやるからな。無意識に体が動き出し、気づけば俺は川の中へ足を踏み入れていた。近くに行くと子熊が動けなかった理由がすぐに分かった。これは釣り用の網か。おそらく子熊はパニックになって暴れまくったのだろう。網が手足に複雑に絡まってしまっていた。くそ、溶けそうにないな。あ、そうだ、あれに確か小さいナイフが。栓抜きやドライバー付きのポケットツールに小さなナイフがついていたことを思い出した。普段からなんとなく持ち歩いていたポケットツールが初めて役に立った。よし、もうすぐだぞ。それ網が溶けると同時に子グマは大慌てで向こう岸へと渡っていった。そうか、あのクマはお母さんグマだったんだな。自分では子グマを助けられなくて人間に助けを求めて山から降りてきたのか。家の近くに現れた時なぜクマの様子がおかしかったのかを俺はようやく理解した。子グマが向こう岸に到着すると母グマは愛おしそうに子グマを引き寄せた。お、おいリッキー、あそこにクマがもう一匹いるぞ。救助に必死で気づかなかったが向こう岸にはクマがもう一匹いたようだ。母親が助けを呼びに行っている間きっとあのクマが子グマを見守っていたんだろうな。家族なのかな。クマってやっぱり頭いいんだな。人間なら網を解けるだろうと助けを求めて人里まで降りてきた母グマ、そしてその間も子グマをそばで見守っていたもう一匹のクマ。山で罠にかかるんじゃないぞ。気をつけてな。元気でな。あう。ありがとうというように何度もこちらを振り返るクマの親子を俺たちは笑顔で見送った。